高松市阿治町、鎌の香川県道36号高松群れ線は、香川県高松市を通る県道である。旧、阿治町を通る唯一の香川県道であり、四国最北端の阿治半島の外周をほぼ一回り、している。以前の路線名は、香川県道144号群れ阿治市戸線であった。旧、阿治町を通り、阿治半島を周回する唯一の県道であるが、 本路線の沿線は2004年に公開された映画作品、世界の中心で愛を叫ぶのメインロケ地にも使用されている。そのため、旧アジ町及び道町の業務を受け継いでいる高松市アジ支所では、本県道沿線を純愛の聖地と位置づけてアピールしており、これにまつわる施設が沿線には存在する。ランナーが選ぶ。 都道府県別ランニングコース10選に選定されている。コース名は映画チュ中ロケ地巡りコースである。半島に点在する瀬戸内海国立公園の指定地内を通る。また、瀬戸内海国立公園の達倒会と行き交う船舶が織りなす風景を見ることができる。夏は道沿いの海岸が海水浴場になる。八島湾に面した阿ジ町、群れ町は 源平合戦の佐抜八島の古戦場で合戦にまつわる史跡が点在する古戦場跡を貫く道路である。源平ロマン街道の名称で日本風景街道に登録されている。味石を産出する味城は日本の三大石材産地の一つであり、採石業者と加工販売業者が集中する石膏街を貫く道路でもある。道路は 四国本土最北端の竹井岬付近を周回する。ありがとうございます。